YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。発声です。ってことでね、はい、長らく動画出してませんでしたけれども、今日はね、また商品紹介というか、まあ、食べ物でございますけどもね、ちょっと面白いのを発見したんで紹介したいかなと思います。はい、ではですね、本日ご紹介した商品がこちらになります。はい、これですね。はい、関西限定プリングルズ、マヨ感たっぷり、たこ焼き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 味いいってことだよね。はい、こちらになります。三冠いいってことだよね。はい、こちらね、ケロッグ、日本ケロッグ、合同会社ってことだよね。まあ、マレーシア産になってますけれども、日本のために開発された関西でしか手に入らない限定商品となっております。はい、まあ、アップにしてみた感じこんな感じ、ですね。はい、まあ、ちょっとケロッグなのが残念ですね。プリングルズも前のね、 P&G プロクター&ギャンブルドがね、作ってる時が美味しかったんですけど、どうもね、このケロッグに変わってね、この権利が移ってから、ちょっとね、あのプリングルズらしさがなくなったというかね、あのあまりね、味が落ちてしまったっていうので、皆さんで、ね、残念がってる、方も多いんじゃないでしょうか。もうね、別物になってしまいましたね。もう普通にケロッグのプリングルズだったら1本食べれないもんね。なんか味が落ちた。普通にもうポテルカとかの方が美味しい感じがする。まああとあれかな、産地もこれマレーシアになってるけど、前はアメリカ産だったのかな。ちょっとあれだね、この会社が変わってあまりね、良くないですよね。前の時の方が良かったかなって感じがするんで、ちょっとね、プリングルズとかちょっと僕遠ざかっててね、あのオーザックとかそっちに行ってましたけれども、まあね、この初めて食べる味、マヨ感たっぷりたこ焼き味っていうのはちょっと気になるんでね。ちょっとね、あのポテトチップスのマヨネーズ系のやつって、ちょっとね、酸っぱい感じのね、味が、酸味が強いのが多いのでちょっと心配なんですけど、ちょっとね、あのこれもね、どんな感じかなって期待して食べてみます。ちょっと不安もありますけど、なんかこれやっぱりちょっと少ないわ。第一関節分ちょっと、第二関節分ぐらいまでもう全然、もうこういうことするからダメなんだよ。でしかもちっちゃい、もんもうチップスがめちゃめちゃちっちゃい、昔もっとでかかったのに。いただきます。おーおーおー、あー、これはいい味。これはね、駄菓子だ。たこ焼きスナックの味だ。まあ、そういうことか。そういう感じの、あれですね。そういう感じに仕上げてきたか。あ、しかもこれ少ないんじゃないわ。上が少ないんじゃなくて、横に落ちてる。5枚ぐらい。はい、横に落ちてました。これがこう本来上に乗っかってたんですね。まあにしても少ないけどね。なんか今かけらが落ちてかんかった。なんか今かけらがパラッて落ちた気がしたけど、まあいいや。うまい。悪くないね。これはいいわ。群馬県高崎市新田町250、日本ケロッグお客様相談室。東京じゃないんだね、日本ケロッグは。群馬県に会社置いてんだね。あ、違うわ、会社は東京都港区。あ、お客様センターが高崎ね。若干気持ち、青のりの粉末がね、ちょろっと
ついてるんだけど、あ、顔にピントが合う。うん、なるほどって感じでした。セブンティファイブ、うん、75点ぐらいかな。めちゃめちゃ美味しいってわけじゃないけど、この最近のこのプリングルズの味の落ち具合からすると頑張った方だと思うし、そんなね、普通のお菓子みたいにあのマヨネーズのあの酸味が勝ちすぎてるってこともないんで、うん、いいと思います。はい、ただね、3つはいらないかな。まあこれ多分お土産でね、配る用でしょ。うん、多分配る用だと思います。で、この缶だけだとお土産感がないから箱に詰めたんだと思いますね。なるほど。うん、これはね、あれどこだっけな、岡山県のオフ会に行くときに買いました。サービスエリアで普通に売ってますね。うん、下り線だったかな。はい、どこのサービスエリアか忘れたけど、うん、はい、よかったらね、皆さん、試されてみてはいかがでしょうか。普通に駅とかに売ってそうだね。うん、はい、そんな気がします。これ関西限定たこ焼き味って書いてるけど、これ通天閣はわかるじゃん、大阪だから。なんで清水寺とさ、京都の、この京都じゃないわ、あの神戸のね、夜景が映ってんの。結構あれか、エリアを広げて、ちょっとあれか、営業苦戦することも考えて広い範囲に置いてもらうってことかな、大阪に限らず。うん、なるほどです。はい、それじゃあまたね、面白いもの見つけたら、紹介していきたいかなと思います。今日はこのプリングルズ関西限定マヨ感たっぷりたこ焼き味のご紹介でした。バーイ。チャンネル登録ボタンでね、チャンネル登録、ね、動画の評価もよろしくお願いします。次のおすすめ動画ね、出てると思いますんでね、よかったら、見ていただければと思います。どっかにこうね、出るようにしてあるんで、はい、よかったら見てください。バイ。